中で一番怖い遊園地だよ。オープンのお祝いに今週だけはチケット料金をなんと半分にしちゃう。みんな、ネズミの話聞いたね。まだお父さんお母さんにガンガンおねだりしてない子は今すぐやる。面白いことやんないから大丈夫。クラスには大人の新聞を読んでるからね。大丈夫。パパ言ってたわよね。一夜のスクラッチランドは高すぎるボッテルって。ああ、今何でもかんでも高いよ。この水車いくらだと思う？15ドルだぞ。説教の方が15ドルもするんだよ。誰も彼も罪人だよ、キリスト以外は。でも今週中に行けばチケット代半額なんだって。行っていい、行っていい、お前もやれ、行っていい。ダメ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 。ママに聞いて。イエーイ、ママ大ニュース、イチアンドスクラッチランドに行くって。ダメよ、お休みの予定はもう決まってるの。9号線沿いの野鳥王国に行くのよ。今年になって新しい餌箱を作ったんですって。食堂の形をしてるんですってよ。うーんと高いポールの上にあるって。